のおじりて明智光秀が謀反。時は今。そう、とうとうこの時が。欧州、甲斐の両国に密約の気配が。金とひげのないお尋ね者が現れました。長い長い気も遠くなるような時を経て、ようやくこの時を迎えられました。くせ者がこっちか。光秀、何を申じる。たかが手足が。風情を感じる暇はありませぬな。これら襖もまた敵の一部とお考えあれ。この先道が二つに分かれているようです。長廊下と連なり広間、どちらを行くが上策でしょう。物のすべてを水泡に帰してくれよ。あなた方は必要ありません。こう、私にとって。力の差が歴然としておりましたぞ。カバネはカバネ同士、互い抱いて眠るがよい。この刃、実はとっても重いのだよ。マグコの台まで貴様を。敵は我が目の前にある。この中心、拙者の太刀に乗せてただ打ち込むのみ。バカ野郎、なんで謀反人なんかに手を貸すんだよ。光秀様はお前たちが思っているような方ではない。ただ、とても寂しく、哀れなお方なのだ。ものにしては、か。ふん、面白し。教えてください、信長君。私は一体誰なのですか。姫たち、天下。次元大使、それとも俺らの巣は何を匂います。ご用心を。なんでよりによって明智殿なのだ。信長様をお支えできる数少ない方のはずが。ああ、光秀様もそうであれと願っていたようだ。全員狂ってやがるぜ。俺もあんたも大将もよ。弱いならやっつけ、強いなら寝返り構え。
このお方の言葉にそれがしは救いを得たのだ。どこかで誰かが嘆いています。まあ千なきことです。第六天の恩情像、物を左右へと招かんとす。俺もヒゲ伸ばして、ビンビンに伸ばして。今ではもうよくわからないのです。私の一番の望み、それが一体何だったのか。神奈川通りに夢幻であるか。理解できるのはただ一つ、あなたが欲しい。あなたの声で生まれ変わりたい。奄美にもなく玉蔵有川座敷楼か。光秀、是非もなし。光が手足の名に恥じる戦、そのようにさせていただきます。このような事態になったのか。俺が下にも席があろう。怖くてたまらねえけど、逃げてえとも思わねえ。身分をわきまえたまえ。君は素敵紳士の前にいるのだ。貴様もまた千万の民を志すか。世に認められたくは言わずとも知れよ。運を祈り、いざ進撃。お茶で肩こりが治ったよ。おすむところを授ける。与党の制殺の場をな。ああ、織田軍でよかった。光秀。ああ、そうだ。いつぞやもこうしてあなたが遮った。ものよ、そしてものよ、世が征伐にて散りことほぎ。偉大なる信長公の窮地、我が輩登場。信長か、たとえこの身が滅びようとも、私はずっとあなたのそばに。一
人をたび生を受け滅せぬもののあるべきか。残るは者よ、その身一つ。はっ、いとましのぎにはなったわ。我が輩の決断が乱世を動かすと言っても過言ではないね。おいちに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 。丹大様、本当によろしかったのですか？やっぱりまずかったかね。この後に及んでどちらの側にもつかないというのは。はあ、丹大様らしいといえばらしいのですが、我が輩にも野心じみたものは残っていたようでね。自ら国の先頭に立つ、それもまた紳士だよ。とにかく味方を増やさなくてはね。我が輩に敗れた諸君、潔く手を貸してくれたまえよ。